マバどうもチャロブラザーズのサワシです。はい、というわけでね、えー、今回もね元気に講座シリーズということで、えー、インドにまつわるね方々の紹介をしていこうかなと思うんですけれども今日はね出ましたマザー・テレサ。 ですね、これはもう皆さんご存知かなと思いますね小学校中学校図書館に行って偉人伝のコーナー漫画でもありますよね必ずねこの人の名前あったんじゃないかなと思いますねえー、それをね読んで皆さん知ってるかなとは思うんですけれどももう世界的に有名でね貧しい人々のためにね立ち向かったそういった修道場ということなんですけれども実はねインドに来るとちょっとイメージが違うんですね実はねマザー・テレサっていうのは インド人かからは結構ね嫌われてるんじゃないかっていうねそんな噂もあるんですでもなんででしょうね、えー、そうやって日本ではすごい人って言われてるのにインドだとちょっと嫌われているそのあたりね、えー、実は知らない事実があるかもしれませんということでね今回はそのあたりをしっかりと解説をしていきたいと思いますそれでは行きましょうチャロー というわけでね、まずマザー・テレサ、えー、そういうね、議論のあるところをね、えー、先に紹介をする前に、まずは基本ということでね、えー、いろいろ名前、出字、どういったことをしたのか、そういうところをね、えー、押さえていきましょう。 まずね、本名なんですけど、マザー・テレサっていう名前はね、あくまでもニックネームなんですね。えー、彼女があまりにも偉大だったから、えー、マザーということでね、えー、修道院の一番トップの、えー、女性につけられる、えー、継承ですね、お母さんということで、マザーと。で、テレサっていうのはね、えー、彼女が洗礼を受けた、キリスト教の洗礼を受けた時の名前、えー、になってます。なので、えー、昔はね、シスター・テレサって呼ばれてたんですね。で、それが、えー、彼女がね、ある修道、修道会のね、トップになったので、 で、マザーということで格上げをされれてマザーテレサととといいううう風ににね呼ばれるようになったということだで本名なんですけども、え、アグネス・ゴンジャ・ボヤジュというね、え、人です。どこ出身かというとですね、マケドニアという場所なんですね。マケドニアってあんまりピンとこないと思うんですけれども、えー、今ね、マケドニアと国がありますね。昔々はユーゴスラビアなんてね、言われていた地域です。で、さらに遡ると、え、オスマン帝国というね、今のトルコの元になった、 国があった場所。で、もっともっと遡るとね、東ローマ帝国というですね、えー、ローマ帝国のね、一部、え、であったような場所です。さらにさらに遡るとね、アレクサンドロス大王っていう人がね、昔治めてた地域ということでね、ずっとね、マケドニアっていう地域名はあるんですけど、いろんなね、政治家、いろんな異牲者がね、治めてた地域で、すごくね、政治的に複雑な地域だ。 ということをね、まず、えー、押さえてもらえるといいのかなというふうに思います。じゃえー、1910年に生まれて、1997年に亡くなる方なんですけれども、1910年にマケドニアに生まれる。で、両親がすでにもうこの時カトリックなんですね。なので、えー、もう生まれた時からね、キリスト教徒ということでやっていきます。はい。で、えー、ポイントはね、ここなんです。インドのコルカタで活動をするということなんですね。幼少時はもちろんマケドニアで過ごします。なんですけど えー、若いいうちからねどどどどん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 キリスト教の考え方に、えー、はまっていきますで、その中で、なんとかね、えー、キリストのために、えー、自分の身を捧げたい。で、えー、そのためには、キリストが考えてるのは無償の愛である。ということなんですね。見返りを求めずに、とにかく愛を捧げ続ける。っていうことが、えー、キリストのね、えー、唱えていることなんですけれども、それをね、どうやって実現したらいいか、ということを考えたときに、やっぱりね、 当時からヨーロッパではインドって貧しい地域だねっていうことはすごく知られていたんです。なので、貧しい人に対してなんか自分としてサポートをしてあげたい。無償の愛を提供してあげたい。そのことによって、え、キリストに自分の身を捧げたい。というふうに考えてですね、かなり若い段階でもうインドに行きたいということをずっと願っていたわけですね。で、それが念願叶いまして、え、インドのね、コルカタという場所に行きます。 ャで、コルカタという場所なんですけれども、ここはですね、インドの大都市の中でも最も貧しい場所というふうに言われています。なぜかというとですね、えー、1910年から1997年、えー、とりわけ20世紀なんですけれども、えー、前回のね、動画なんかでも、えー、ガンディ編で説明したように、えー、インドっていうのはですね、えー、大きく分けるとヒンドゥー教と、それからイスラム教っていうね、えー、大きく2つの宗教がずーっとね、対立をして いるんですねでそれが結局、えー、イギリスからね独立をする際にインドとパキスタンという形で分離独立っていうのをしますとでこのコルカタという場所はですねその、えー、インドパキスタンそれから最後バングラデシュというね3カ国に分かれていくんですけれども特にバングラデシュとものすごく場所が近いんですね。 なので、えー、特にね、インドとパキスタンがその分離をするっていうね、えー、紛争が起こる中で、そのバングラデシュの方から、どん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 ですね、難民が流れていく。その数、なんと、一日にですね、一日にですよ、一日に1000人単位で難民がドッと押し寄せてくるっていう、そういう場所だったようなんです。なので、コルカタっていうのはもともと、えー、イギリスのね、植民地の拠点となった、えー、場所で、 港にも近くてですねえ、ものすごく栄えてた場所なんですね。なんですけど、そこにぐわーっとですね、コントロールしきれない数のね、難民がドッと押し寄せてきたがゆえに、えものすごく貧しい大都市としてね、え知られるようになってきた。ということなんです。ローでですよ、そこに、えー、派遣された、えー、マザー・テレサなんですけれども、最初はね、先生として活動する。何の先生か。チリなんです。チリを教える。 ね、えー、修道院が来る方にあります。で、そこに、えー、来る、えー、インド人。で、特にね、富裕層ですね。やっぱりキリスト教を信じる人って富裕層が多かった。なので、えー、そういう富裕層の子供たちに対して、えー、学問、特に地理を教える先生として最初に派遣をされる。っていうことなんです。ね。 でも、その中でね、マザー・テレサはすごく葛藤するわけです。どうしてかというと、自分が相手をする人たちっていうのは、そういう富裕層の子供たちなんですけど、これ方の現実を見てみれば、ものすごく貧しい人たちがいるわけですね。で、その人たちに対して、自分は何もできてないなって思うわけです。ね。えー、もともとね、若い時、ちっちゃい時は、貧しい人のために何か、えー、自分を捧げて、それで、えキリストに対して、忠誠を誓いたい。そういうことをずっと思ってた。なんだけど、実際 自分がししててててるる仕事っっいいうのは、えー、富裕層に対してやっているとで、そこにずっと矛盾を感じていて、えー、最後ね、何が起きたかというと、えー、インドのコルカタからね、また別の場所、ダージリンという場所があります。そこに対して、布教活動をしに行ったんですね。で、えー、電車に乗りました。でね、えー、コルカタからダージリンっていうのはね、電車で結構時間がかかります。ね。その間に、えー、彼女は、えー、刑事を受けた。神から刑事を受けたっていうんですね。 で、どんな刑事を受けたかというと、えー、今働いてる修道会は一旦抜け出しなさい。抜け出した上で、本当に貧しい人たちのために仕事をしなさい。というふうにね。まあ、神から刑事というふうに彼女は言ってるんだけれども、まあ、一つの決意。 と言ってもいいかもしれません。えー、そういった決意を、これ方からダージリンに行く電車の中でしてですね。で、その結果、彼女はですね、この神の愛の宣教師会、英語名でミッショナリーズオブチャリティというんですけれども、そういう会を自分で作るんですね。というのも、 当時ね、これ方で活動していたロレット修道会という会は、その活動名目の中にですね、貧しい人のために、えー、自分の身、心を捧げるというね、活動方針はなかったんです。なので、新しいチーム、新しい組織をね、自分で作っちゃおうということで、えー、作ったのがこの神の愛の宣教師会、ミショナリーズ・オブ・チャリティーということなんです。で、大きく分けてやったことがね、3つあります。ね、えー、こういうね、施設を作っていったんです。 ねえー、死を待つ人の家。 孤児の家、それから平和の村ということでね、各地にこういった施設をどん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 作っていくんですね。で、具体的に言うと、まず死を待つ人の家ですけれども、これが一番有名なものですね。えー、つまり死を待つ人ということなので、もう実際にもう死にかけている、えー、貧しい人たち、ね、道端に生き倒れているような、えー、栄養失調で、もう明日の食べるものもなくてですね、ただただ死を待っているような、そういう人たちを収容して、最後、えー、穏やかな形で見取ってあげる。 とい,うね、いわゆる今でいうとホスピスというところですけれどもそれを作ったということなんです。 で、もう一つ、えー、これは、孤児の家、というね、ところなんですけれども、これはもうそのままですね、孤児。えー、つまり、えー、親がいなくなってしまった、何らか病気だったり、えー、争いだったり、えー、そういったところでね、亡くなってしまった、えー、孤児を引き取って、えー、育てていくという、そうだ、そういう、えー、施設です。孤児院ですね、いわゆる。はい。そして、最後、これね、平和の村、ということなんですけれども、これはね、ハンセン病患者のために作ってあげた施設になります。ハンセン病、というのはですね、えー、まあ、伝染病の医師、 なんですすけれども、えー、ものすごくね、えー、感,染力が弱い感染力は弱いんですけれども、その症状はね、えー、この皮膚がただれたりとか、まあ、神経障害だったりとか、あるいは最悪の場合ですね、手足が切断されてしまうとかね、えー、そういう、えー、かなり、ね、恐ろしい病なんです。で、昔はね、 えー、感知するやり方が、えー、確立されてなかったんですね。なので、え、もう一旦移るとね、えー、もう大変危険人物だということでね、え、社会から隔離されて、非常にね、肩身の狭い思いをしていた。日本でもね、昔から差別問題っていうのがあった。そういうね、えー、非常に難しい病だったんですけれども、今はもうすでにね、えー、根治するやり方もね、確立をされて、えー、そんなにね、恐ろしい病気とは言われてなかったんですけれども、当時はやっぱりそういう差別もあったので、 そういった隔離されている患者をね、えー、そういう平和の村というね、新しい村にね、呼んで、えー、そこでね、えー、自給自足の生活をしてもらう。で、その中で、えー、自分たちでね、えー、プロダクト、製品を作ったりして、えー、自分たちで仕事をしてですね、で、それで儲けて生活をしていくということで、えー、そういったね、差別を受けているハンセン病患者を救済するための施設ということで、平和の村というね、村、一個丸ごとね、作るということをしていきました。 じゃあで、こういったですね、えー、貧しい人たち、恵まれない人たちを、えー、救う努力っていうのが認められて、えー、1979年ですね、ノーベル平和賞っていうものを、えー、授与されることになりますと。はい。 で、その後ですね、1997年、えー、彼女はね、えー、亡くなるんですけれども、その後ですね、2016年ですね、えー、キリスト教の、えー、ローマ、カトリック教会の中で、聖人というね、えー、認定を受けます。キリスト教の中ではね、すごく偉い人ということでね、えー、まあ、伝説的な存在。まあ、野球で言うと殿堂入りみたいなね、そういう感じの、えー、まあ、認定を受けます。これが2016年。 ということです。じゃあ、ロブラ。ここまで説明してくると、まあ、とにかく素晴らしい人だな、ということで、い、えー、大体ね、日本におけるマザー・テレサの評価と、大体一致するんじゃないかな、と思います。はい。ただね、先ほど冒頭でも言ったように、インドの中では、もちろんね、えー、マザー・テレサって素晴らしい人だよね、っていう人もいれば、いや、マザー・テレサをそんなに褒める風潮ってちょっとおかしいんじゃない って言う人も実はいるんです。で、なぜかというとですね、えー、その、やったことは素晴らしいんですけど、やり方に実はね、えー、疑問がいくつかあります。ということで、その代表的なね、一つを紹介したいと思います。はい。 こちらです。えー、ヒッチェンズというですね、えー、もともとテレビ局の記者だった人が書いた、宣教師の立場という本があります。えー、これね、2012年に出された本なんですけれども、これね、残念ながら、日本語で翻訳されたものがないんですね。なので、えー、サージですね、英語の原長を読みました。で、その中で、えー、まとめとしてね、いくつか言えたことを、えー、これから説明していきたいと思います。まずね、不衛生不十分な医療ということですね。 この、ね、死を待つ人の家というのは当然死にかけている人たちなので何らか、えー、例えば病気だったりするわけですね。で、えー、何らか苦痛を、えー、抱いていると。なので当然医療的な、ね、措置が必要になってくるわけですけれども、えー、この、ね、ヒッチェンズがこの宣教師の立場という本の中で言っていた実際の現状というのは、例えば注射が必要ですと。で、その時の注射なんですけれども、どうやら使い回しをされていたようだと。 で、使い回しもさらにですね、えー、その使い回すときに当然洗浄をするわけですけれども、それをなんとね、お湯で殺菌をしてるんじゃなくて、なんと水洗いをしてそのまま使い回していたとかね。で、勝手な洗礼っていう問題が次にあります。これは、 まあ、インドなので、基本的には、えー、ヒンドゥー教だったり、イスラム教だったり、シク教徒だったり、仏教徒だったり、えー、非キリスト教系の人たちが、えー、こういうね、貧しい状況に置かれているわけです。で、対して、マザー・テレサっていうのはもう敬虔なキリスト教徒なわけ。だから、当然ね、その、人が死ぬ時に、どういう風にして送るのかっていう問題はあったわけですね。で、このヒッチェンズが宣教師の立場っていう本の中で言っているのは、なんと、勝手にね、 キリスト教的な洗礼を施してたって言うんです。例えば、えー、もう死にゆくという時に、例えば顔を拭いてあげます。で、顔を拭く時に、えー、キリスト教ではね、その洗礼をするときにね、あの白い小さな布をね、こう被せて洗礼をすることが多いんですけれども、 その顔を吹くと見せかけて、その白い小さな布をかけてですね。で、洗礼に必要な言葉を耳元で囁いてですね。で、それで勝手にヒンドゥー教徒やイスラム教徒を、えー、キリスト教の洗礼を受けさせていた。というんですね。で、これが一つ。で、さらに、怪しい寄付。 っていうのがあります。もう当然ね、えー、こうやってね、えー、キリスト教の、えー、宣教師としてですね、活動をしていく中でお金がいります。で、それを、え、寄付金をね、もらうことによって賄っていたわけですけれども、なんと、その寄付金を、え、提供していた人たち。 っていうのが必ずしも、えー、いい人たちばかりではなかったということなんです。えー、チャールズ・キーティングというね、えー、人がおりました。チャールズ・キーティングという人たちはですね、えー、100万ドルの寄付をですね、このマザー・テレサにしたと言われてるんですけれども、なんとですね、その人は、えー、金融犯罪、特に詐欺ですね。詐欺で実刑判決を受けている人なんですね。なので、えー、当然そういう人 からねお金をもらっちゃうとそれはねマネーロンダリングということなんですけれどもなんとねマザーテレサはそこからお金をもらっていたようだとでしかもそういうねキーティング氏が実刑判決を受けてお金返さなきゃいけないよねってなった時もお金を返さなかったとかねそういう噂がどうやらありますでさらにもう一人ですねハイチという国があるんですけれどもそこでね長らく独裁者をやっていたジャンクロードデュバリーという人がいますで彼からもずーっとね寄付金を をえー、もららっていいいたととうことらしいんで,す、ね、で、すね最後ね、不透明な資金使途ということで、これもね、お金絡みのことなんですけれども、まあ、こうやってね、集めてきた寄付金をちゃんと使っていたのかという問題です。えー、例えばね、先ほどね、言ったような、えー、注射器の使い回しということなんですけれども、これはね、ちゃんと寄付を使っていれば、まあ、防げたこと、ね、一回一回使い捨てにするぐらいの資金は当時あったと言われていますね。 なんと、えー、マザーテレサがね、えー、死んで、えー、実際に、えー、口座、彼女が持っていた口座の残高を調べたところ、日本円にしてね、4000億円以上の残高があった、というふうに言われています。ね。まあもちろん、えー、それをね、全部使えというね、えー、のは、まあ暴論です。だって、寄付金なんだから別に自由に使っていいわけ。 ね。なんですけど、まあ、それが果たしてちゃんと使われていたのかなと、適切に使われていたのかなというね、えー、疑いをヒッチェンズは持っているということなんです。 ロということでね、えー、ここまで、えー、マザー・テレサが実際にやってきたことと、えー、それに対する批判、ね、代表的なものを、えー、紹介しました、えー。僕個人としてはですね、えー、まあこういう批判はありながらも、こういうね、死を待つ人の家だったり、孤児の家だったり、平和の村だったりをインドでちゃんと作ったと。で、えー、貧しい人たちに実際に、えー、奉仕をした。で、そのことが世界に広く知れ渡った貧困の問題を世界の人がより深刻に考えるきっかけになった。 ということなのでまあこういうねやり方の批判はあるにしろ彼女がやったことは否定はできないかなというふうには思ってます、まあ ただ一方でね、あのー、平和賞を取ったりとか、あとは成人、これはね、本来は、えー、ものすごくね、厳正な審査手続きを経て、えー、何十年もね、死後経った後に認定をされるものなんですけれども、えー、これはかなり早い認定だったわけですね。なので、このあたりは正直なところ、えー、そのね、マザー・テレサの偉業っていうのをかなり、こう、過大に評価した、そういう結果なのかなとも取れるので、まあ、正直ね、キリスト教の世界のことは僕はあんまりね、 キリスト教の信者じゃないので分からないんですけれども、まあ、そういう議論があるっていうことも、えー、認めておいた方がいいのかなというふうには思います。 なるほど。というわけでね、えー、ぜひね、ちょっとこの宣教師の立場っていう本は英語なので、えー、なかなかとっつきにくいかもしれないんですけれども、えー、実際ね、こういったところがね、リアルにね、えー、具体例で書かれているので、えー、まあ、マザー・テレサっていうのはね、もちろん素晴らしい人なんですけれども、えー、そういうね、実際リアリティのところにもね、えー、触れたいなと思う方は、ぜひこの本を読んでみ、えー、てはいかがでしょうか。 はい。というわけでね、えー、今日のお話はここまでとさせていただきます。えー、引き続きね、えー、インドにまつわる偉人、えー、有名人、えー、を特集していったり、あるいはインドの歴史について解説していきたいと思いますので、ここ解説してほしいなとか、この人のこともっと、えー、詳しく教えてほしいなとかね、そういうのがあればぜひコメント欄で教えてください、えー。いいね、それからチャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。チャロー。 今日は見ててくれてありがとうございますこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録いいねとコメント SNS のフォローよろしくお願いします